ウス TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。本日は東京都言語聴覚士会の言語聴覚の非委員会小林様と喫音部の本田様にいらっしゃって、未来のハウス TV を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ未来のハウスでは、障害のある方、ご高齢の方が日常生活を送る上で、それをサポートする機器っていうのを展示、体験できるスペースになっていて、今まではその言語聴覚障害についてなかなか触れられる機会っていうのがなかったんですが、今度言語聴覚障害についてのイベントを行うということで、今回このお二人に来ていただきました。そもそも言語聴覚障害っていうのはなかなか聞き慣れない言葉なんですけど、言語聴覚士さん、どういったことをされることなんでしょうか。はい、ありがとうございます、言語聴覚士とは、話すこと、聞くこと、食べることに困難さを持つ方々のサポートをさせていただくリハビリテーションの専門職になります。言語聴覚の日のイベントっていうのは一体どんなイベントになるんでしょうか。はい、言語聴覚の日のイベントとは、一般社団法人日本言語聴覚士協会が9月1日を言語聴覚の日と定めて、広く全国的に広報活動を推進する日となっております。それに先立ちまして、私たち東京都言語聴覚士会では、夏休みのイベントとして、言語聴覚の日イベントとしてさまざまな活動を行ってきました。今回もその一環でミライルハウスさんをお借りして、7月にイベントを実施させていただくことになりました。今回そちらのイベントっていうのは、どういったことについて取り上げるんですかね。はい、今回のイベントは吃音について焦点を当てて、イベントをさせていただきます。吃音ってまた聞き慣れない言葉なんですけれども、吃音って一体どんな症状があるんですか。はい、吃音というのはですね、大きく分けて 3つの症状がありまして、1つ目としては、音の繰り返しというのがありまして、はい、繰り返し、それ一体どんな感じになるんですか。はい、あと例えば、こんにちはと思ったときに、最初の音をこんにちはというふうに、最初の音を繰り返してしまうようなものが、はい、なるほど。じゃあその2つ目っていうのは一体どういう感じになるんですか。はい、次のものは、音の吹き伸ばしというものでして、例えばこれもこんにちはと言った時に、こんにちはというように伸ばしてしまうようなものが、はい、あります。はい、なるほど。3つ目っていうのは、はい、3つ目というのは、ブロックというものが、ブロックという症状がありまして、はい、これがあるんですね。これもこんにちはと言おうと思った時に、最初の音が詰まってしまって、こんにちはという力が入ってしまうようなものを、言います。なるほど。なんでそう、話し出すときに全部その詰まってしまうっていうか、でもその症状が出てしまうっていう感じになるんですね。はい、自分が今話したものが、喫音のリアルの症状になります。それでは一体どのくらいの人が吃音の症状に悩まされているんですか。はい、そうですね、吃音はどの世界、どの言語においても同様に 1% 1% ぐらいの人がいます。 1% ってなると、もうその学年で1人とか2人とか、もう結構多い割合になってきますよね。吃音って、はい、どういった症状のレベルがあるんですか。はい、そうですね、症状ですけども、症状については人それぞれありまして、症状の軽い方ですと、普通に会話している分にはそこまで気づかれない方も
も、もう、そういう方もいますし、思い出す方ですと、先ほどのブロックの症状が重くて、一言発するだけでも本当に大変な思いをして発する方もいますので、人それぞれ様々な症状があります。なるほど。本田さんだと、その症状の度合いってどの程度になってくるんですか？はい、そうですね。自分ですと、そこまで軽くもなく重くもなく、中等度くらいかなとは思いますが、この人によって、この人が本当に基礎の症状がなくても、内面で悩んでいれば、それだけは重い方もいますので、一概には言えませんけども、自分としては中等度かなと思います。では具体的にはどういった場面で吃音の症状で悩まされることっていうのはあるんですか？はい、そうですね、一番吃音出やすいのはやっぱり電話のところが出にくいので、電話ですと声だけの情報なので、自分の座ってても入って座っていても声には伝わらないので、伝わりにくいというところが一番です。確かに電話だともうその声でしか相手判断できないので、そういったところだと本当理解するのにも使用にも困ってしまいますよね。はい、あと注文も結構大変でして、はい、店に行って食べたいものがあっても、そのメニューの名前が言いにくい言葉だったと、それが出にくいので、違うものを注文されたことも中にはありますので、そういう場面でもあります。そういうことはあるんですね。なるほど。でも逆にその自分がやりやすいって言いますかね、その自分が話しやすいシチュエーションとかっていうのあるんですか？はい、そうですね、話しやすい場面と言いますと、自分から発信するときはあんまりこう、やっぱり新規の情報を出すのは大変ですけども、相手からこうですかって言われたときの方がまだこう話として自分としては話しやすいかなと、はい、そういうふうに思います。だからまさに今日みたいな感じですかね。そうですね、今の感じが自分からじゃなくて対応としてする方がまだいい時もあります。なるほど、ありがとう。他にはこういったサポートすると生活しやすいよとか、こういった配慮してもらえると助かるなっていったところとかっていうの何かありますか？はい、そうですね、やっぱり必要なことを知ってもらった方がいいので、知らない方と話すときはやっぱり人のことを知らない方と話すときは、向こうとしては困っていると不審なように思う、不審者のように思われたときもあって、はい、ですので、やっぱりもし人を知っているのであれば、気を待つ姿勢で言ってもらって、僕らのこと、必要な人のことを、待ってくれる姿勢を持ってもらった方が話しやすいかなと思います。はい、わかりました。相槌だったり、こういった、返事、うなずきだったりっていうのもあった方が気分的にも楽って言いますかね、そういったことはありますか？そうですね、やっぱりその表情でしたり、相槌を言ってもらった方が、この人話を聞いてくれてるんだなというふうに感じて、話しやすく感じます。一つ、緊張してるから症状が出るっていうものでもないですよね。はい、そうですね。もちろん緊張は
緊張している方が普段以上にもっと気管症状出やすいこともありますけども、気管は緊張するから出るものではないということをしてほしいです。緊張していない場面であっても出ますので、そこは、知っていただけると、嬉しいです。そうなんですね。じゃあ緊張しなくていいよとか、ゆっくり話してみてとか、そういった言葉っていうのは逆にそのもらって嬉しくなるっていうんですか、そういった言葉になってきてしまうんですか。はい、そうですね。緊張しなくても人出ますし、ゆっくり話しても症状が出ますので、そういった言葉よりはむしろこうやってたとしても全然いいよとか、あ、いいよいいよ、パッともいいからというような声かけの方が嬉しいです。なるほど。その受け入れてもらえる雰囲気っていう、そういうのを作るのが大事になってくるんですね。で、今回ここミライハウスで行うイベントがあるそうで、そこではそういった内面について知ってもらうっていうことをお聞きしましたが、具体的にはどういった内容に、触れていくんですか。はい、7月2日から掲示させていただく資料のところでは、例えば、お子さんの小さい時こういう対応がいいよとかですね、中高生、大人になってからっていうところでの喫音の症状に対して、どういった対応を周りがしたらいいかも含めて、資料を掲示する予定になっております。なるほど。そういったことと、そのを読むことでどういった接し方が当事者について当事者にいい印象を与えるのか、どういういい雰囲気で進められるのかっていうのが分かるわけになるんですね。そうですね。そういった周囲の考え方の変化というところに一つ目的を持って掲示をさせていただくことになっております。展示して知ってもらうっていうのはすごい大事な機会ですよね。他にはどういったイベントがあるんですか。はい、7月24日14時から15時で、ここミライルハウスさんから、Zoom でつないでオンラインのイベントを行います。こちらでは言語聴覚士についても少し説明させていただきますが、メインとなるイベントは当事者の方、質問当事者の方にですね、複数名登壇いただいて、ご自身の体験や今思っていることなどを語っていただくというイベントを企画しております。実際にその当事者の声を聞くことで、どういったこと悩まれてるとか、どういうふうに感じてるのかっていうのを知ることになるので、すごいいい機会だと思いますね。皆さんもぜひ参加してみてください。よろしくお願いします。小林さん、本田さん、お二人から何かメッセージとはありますか。はい、そうですね、自分からはやっぱり喫音をより皆さんに知ってもらいたいので、自分たちが知ってもらった方が喫音を知ってもらって、理解してもらってる方が話しやすいですので、ぜひこの機会でより多くの方に喫音のこと、喫音のある人に、についてを知ってもらいたいなと思います。はい、この年は喫音について焦点を当ててイベントをさせていただいていますが、毎年さまざまな、個人の特性だったり困難さに、焦点を当てながら、いろいろなイベントを企画しています。私たち言語聴覚士の仕事として、リハビリテーションだけではなく、広く社会に向けて情報を発信していくというのも重要な役割だと思っておりますので、今後も続けていきたいと思っていますので、ぜひ今回イベントの方ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではこれにてミライルハウス TV おしまいになります。喫音についてよく知れたよって人はグッドボタン、イベントに来てみたいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。